中目次郎、怒るなよ。昨日はたまたま餌やるの忘れただけだろ。だから昨日は短期のバイトに行ってたんだよ。短期のイベントスタッフ、そのバイトに行ってきただけなんだよ。日本国温室効果ガスインベントリー報告会議という、そういうイベントのね、短期のイベントスタッフとして働いてきたんだよ。だから餌やるの忘れたんだよ。中目次郎、聞いてくれよ。昨日のバイトでさ、すっげえ腹立つやつがいたんだよ。俺はさ、三角コーンとポールを使ってね、そのイベントに来る人たちのための通路を作ってたんだよ。そしたらそいつが来てさいやいや、並べ方違うから。やり方わかる？やり方わかる？こんな感じで言ってきたんだよ。わかるわけないだろ。こっちは短期のイベントスタッフだよ。ざっくりとしかやり方聞いてないよ。つかざっくりとしか教えてくれなかったよ。そしたらそいつさ、すっげえめんどくせえって顔してさ、直し始めて。でもさ、亀次郎聞いてくれよ。そいつも同じ短期のイベントスタッフなんだよ。短期のイベントスタッフなのにすげえ長期のイベントスタッフの感じを出してくるんだよ。で、観察したらさ、そいつあのイベントの運営会社の社員の人とさ、すげえ仲良さそうに話してんだよ。まあだから短期のイベントスタッフなんだけれども、今まで何回もそのイベントの運営会社の、まあ、イベントに、まあ、バイトとして参加してんだろうね。うん、だからまあその社員の人と仲良さそうに話してんだろうね。ややこしいだろ亀次郎、ややこしいだろ。だってさ、こっちはもうみんな同じスタートラインだと思って来てるからね。みんな同じスタートラインだと思って来てるのに、そいつだけ一人経験者なんだよ。だからあれだよ、もうみんなハンドガンしか持ってないのに、そいつだけ一人ロケラン持ってるようなもんだよ。スタートが違うんだよ、装備が違うんだよ。そりゃ長期のイベントスタッフの感じ出してくるよね。っていうことを考えてたら、餌やるの忘れたんだよ。つまりそういうことなんだよ亀次。あのさ、前から言おうと思ってたんだけどさ、私メスなんですよね。メスなのに亀次郎って名前が、だってちょっとみんなからなんか悪口言われたりとかそういうのあるんで。なんだよお前、それで怒ってたのかよお前。そういうのは早く言ってくれよ。ったく。じゃあ分かった。じゃあ今日からお前の名前は亀井静香だ。それもオスだろ。パン。